これから何百勝する投手でさ、はい、なんか途中佐々木投手のサインボール欲しいなと思った時に言えないよ。え、そこですか？そこですか？佐々木くんサインくれるとかって。始まりました新潟野球チャンネル、よろしくお願いします。お久しぶりです。ご無沙汰です。中村です。ということで今日のゲストマック鈴木さんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。久しぶりですね。久しぶりですね。1年半ぶりぐらいでございますけども、かなり。いや、僕はもう中村さん来ていただいた方が進行上、はい、野球チャンネルに関してはスムーズにいくからね。あら、本当ですか？じゃあ毎回来ちゃいますよ。ちょっといや、本当待ちに待ってたんですよ。まあ、なんとか山、何やったかな。いやわざとでしょ絶対。なんかいたけど、いやなんとか山って山の方覚えてるんですね。はい、毎回噛むしね。毎回噛みますか？毎回噛む。ダメですねそれ。そう、今日はね2人でしっかり野球話、はい、談義盛り上げたいなと思いますね。ちょっともう私聞きたいこともたくさんありますし、でやっぱり今結構日本のプロ野球も盛り上がってるんで、うん、そこまで野球知らない人でも聞いたことある名前の選手のお話をちょっと今日はたっぷりと聞いていきたいと思います。はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはやっぱりね、プロ野球開幕して今交流戦もね盛んに行われてますが、前半戦のやっぱり注目といったらロッテ佐々木朗希ですよ、マックさん。うん、あ、もうね完全試合もあってあんだけ活躍してますが、ズバリもうあの佐々木朗希の凄さ、マックさんはどんなところに感じてますか？佐々木くん、佐々木投手の場合は、はい、やっぱりまあ当然ですよ、ええ、お母さんお父さんがね、ええ、彼をこう産んでくれたという、うん、この奇跡、はい、そしてまあまあ中学生の頃はあんまりちょっと知らないんですけども、高校生ぐらいからすごく話題になったじゃないですか。そうですね、球が速くて大船渡高校出身で、そう、はい、それで大船渡の監督さんがこれまた海外で野球したことある経験者なんですよ。はあ、はいはいはい。そういう経験もあったおかげで、彼を酷使しなかったでしょ。そうですね、最後の夏の大会ね無理して登板させなかったですよね。そう、はい、こういうことがやっぱりもう全てうまく、うん、絡み合った結果、ね、またこうロッテという、うん、とこに指名されていきましたね、はい、井口さんですよ、はい、監督。そして、まあ、ピッチングコーチも吉井さんがいましたよ、はい、やっぱこうメジャー経験者っていう方が指導者におられるっていうところに入団できたっていうところもすごく彼に運がいいですよね。はあ、じゃあもう素材も良くてアマチュア時代から指導者にも恵まれ、うん、プロに入ったところも井口さんも大事に育てて使ってますよね。そう、だからもう完全に球団もいつっていうところだけですよね、次のステージに行くのは。はあ、もうそんな話になっちゃいますか？なってると思いますよ。これ次のステージっていうとあれですか、日本飛び出してってことになりますじゃん。ですね。じゃあもうメジャー経験されたマックさんももう太鼓判を押す佐々木朗希だと。そう、だからまあ今行くとね、リスクの方が高い。やはり大谷選手のように、日本であと数年はしっかり経験を積んでから、渡米することを僕はもう期待したいんですけども、ただその反面、あのまっすぐメジャーリーガーに対してどこまで通用するのかっていうのも今見たいっていうのあるじゃないですか。ありますね、160マックス4ですか。そう、はい、あのまっすぐをブン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 空振り、まっすぐだけで空振り取れるっていうのもやっぱり見たいところもあるんですよね。はいはいはい、これちょっと悩ましいところですね。そうだ、当然あれだけこう大事に大事に育ててくれた大船渡さん、はい、でまあロッテさんっていうのがあって、じゃあ来年メジャー挑戦になって中4日でローテーション守るっていうところで1年2年活躍して怪我するっていうのもまあ当然見たくないわけじゃないですか。うん、そうですね。だからまあ難しいところなんですよね、はい、でも本人が行きたいって言えば行けばいいと思うし、あれだけ
しっかり準備をして渡米した大谷選手ですけども、トミー・ジョン手術があったりとかするわけですから、はい、だそれでね、あの大型契約に結びつけばいいんですけど、佐々木選手ね、はい、でも今じゃあ来年行きましたってなって、じゃあ1年目で怪我して、ですぐ戻ってこれればいいですけども、やっぱそこがアスリート読めないとこなんでね。でしたら、まあ、ある程度こう日本で実績を積んで、それからメジャー挑戦っていう方向が、うん、おすすめなのかなと思うけど、やっぱ今みたいで、あれどうですか、今の現段階であの速球が、あの投球がメジャーの一流のバッターに通用すると思います、マックさんは。いやこれがね、その、はい、そのファーストボールの質がね、やっぱ160キロを優に超える、ニューヨークヤンキースの左ピッチャーチャップマンっていうキーパーがいるわけ、はい、抑えの、はい、ただやっぱりちょっと今日調子悪いなっていう時は160キロ超えてたら打たれるんですよ、はあ、球速じゃないと、そう、その数字じゃないと、はい、でそういう部分はやっぱり行ってみて投げてもらわないと分かんないじゃないですか、はあ、なるほどね、うん、でもやっぱりワクワクする期待感はもちろん持ってるよってことですよね。いや本当本当に、あのまっすぐがブンブンも当たらない、うん、バットにかすらないっていうような変化球はね、はい、まあたくさんの日本人ピッチャーが海を渡って向こうに行って、まあ、変化球ですごく成功された人いますけど、はい、ファーストボールだけっていうのがね、ね、あんまりいないじゃないですか。まあそうですね、いわゆるパワーピッチャーで押していくっていうのはなかなかね、これでも日本のプロ野球の選手も、まあ、もちろん一流バッターパ・リーグ多いわけじゃないですか、うん、で完全試合もやって13の連続の三振、19の、まあ、トータル27個のアウト、19三振取るわけじゃないですか、うん、いわゆる全くバットに当たらないとか前に飛ばないじゃないですか、うん、一流のバッターでもやっぱり佐々木の球打てないですか。あの NPB の選手はもうちょっと質が違うっていうふうにはもう言ってます。へで NPB の現役の選手たちがこのまっすぐがメジャーのバッターたちにどう映るのかって、それは見たいなっていう声も上がってます。はい、はい、でもそれは当然ちょっとあの対戦相手なんですけども、一ファンにもなってる選手がもう増えてきてますよね。もう異次元なんだ佐々木朗希は。じゃあっていう風に言いますよね。はあ、うん、だってもうストレートとフォークだけで投球組み立ててますもんね。それであれだけ活躍してというね。でまあコントロールもいいですからね、うん、そのあたりに来てるボールばっかしじゃないですか。そうですね。ということはまあ山も張りやすいし、はいはい、読みやすいわけなんですよ、それでも当たらないっていうわけですから。はい、あと佐々木朗希といったら、まあ、ちょっと前になりますが4月の24日、ね、オリックス戦でまあその完全試合の後ですけども、白井球審とちょっと会ったじゃないですか。はい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 、で白井球審の方が、まあ、多分その佐々木朗希投手がその判定不服だとニュースに結構出てたじゃないですか。あれはマックさんどういうふうにご覧になるんですか。まあ佐々木投手が、完全試合もして、はい、あれだけこう一夜にしてね、はい、もうすごくこうスポーツ新聞の一面を飾って有名になっちゃったじゃないですか、はい、ただじゃあもう何十年、審判の仕事されてる、はい、白井さんからしたらまあ新人も新人ですよね。そうですね、佐々木投手っていうのはね、はい、まだ出てきたばっかりの。そうそう、だからそのあたりその、うん、この若い子が態度に出してっていうふうに思うのは分かるんですよ、はいはい、ただあれだけ精密機械のようにストライクボールもう際どいところ投げれる力を持ってるわけじゃないですか、はいはい、で本人もストライクと思ってほぼ確信して投げたわけじゃないですか、はい、それをボールって言われてあれっていうのはなると思います、うんうん、自信を持って投げてるわけですから、はいはい、でそのあたりまあ人生の先輩なんですから、はい、僕の意見としては、はい、スリーアウト取ってからね、ええ、ちょっと佐々木投手こっち来てって言って、はい、自分から歩み寄って、うん、まあ僕も人間なんでね、はいはい、間違う判定する時もあります、うんうん、ただまあそういう判定はした時にはもしちょっと違うなと思った時もあまりちょっと態度に、うん、出さないようにしてくれますかっていうふうに柔らかく言えばいいだけであって、ああそうか、あそこにマウンドに詰め寄ってなんかもう今にもなんか言いたそうにするっていう
感じじゃない方が良かったなってことですね。だってどうするの、あのメジャーメジャー行ってさ、はい、もうこれからあの何百勝する投手でさ、ね、はい、なんか途中あ佐々木投手のサインボール欲しいなと思った時に言えないよ、はい、そこですか、そこですか、佐々木君ちょサインくれるとかってさ、そこなんですか。いや絶対頼まれてるよあの人も、いや、あの、まあ、佐々木君 のサインぐらいもらってきてよ審判やってんだからさとかって絶対言われてるけどさ、もう穴になったらもう無理でしょいやいや、まあ、まあそれもそうですけど、うん、ほら審判ってやっぱりこう威厳があるわけじゃないですか、うん、でやっぱりそこが絶対じゃないと試合だって展開していかないし、うん、っていうものがあるわけじゃないですか、うん、でその中でのいわゆる佐々木朗希に対してのアドバイスはグラウンドじゃなくて裏でやればよかったっていう意見じゃないですか、うん、でもそこの裏側にはサインボール欲しいっていうのもあるんじゃないかって話ですか、それって。いや、そのチャンスを自分でこう握りついてたじゃあ本人ちょっとカッターやめときまったなって思ってるかもしれない、うん、いやだってすごいですよこのままいったら。まあそうですよね、そうでしょ、うん、でやっぱりいろんな人に頼まれると思いますよやっぱそこなんだ、うん、でも佐々木投手ぐらいでしたら逆に自分のユニフォームにサイン書いて審判室にこう送ってあげるぐらいだったらかなり大人でしょ。いやかっこいい、おしゃれそれ。でもう次の試合からめっちゃストライクゾーン広くなった尋常じゃないくらい、めっちゃ広かったでしょもうなるほどね。でもまあやっぱりあれですよね、あの選手もやっぱり審判団も人間なんでね、そう、そこがまずないと、うん、やっぱり相手をリスペクトしてじゃないとなかなかやっぱり野球も面白くならないし、そうそうそうってことですよね。いがみ合う必要ないですね。ないですね、確かに。まあね、我々ファンもね、あんまりそういうところをね、話題してますけど見たくないのでね、やっぱりこう真剣勝負っていうねフィールドで野球を楽しみたいと思いますんで、今日はマックさんにたっぷりと佐々木投手のお話聞かせていただきました。マックさんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。新潟野球チャンネル、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回。